皆様こんにちは。今回は家族でスケジュールを共有できる Google カレンダーのファミリーカレンダーを解説させていただきます。 Google プレイで家族グループを作成している場合、その家族グループ間でスケジュールを共有できる Google カレンダーのファミリーカレンダーが自動で作成されます。このファミリーカレンダーは Google カレンダーで通常のスケジュールを作成する要領で、ファミリーカレンダーのスケジュールを作成するだけで自動で家族グループ間でスケジュールが同期されます。何か特別な家族イベントを共有する際に便利な機能です。 Google カレンダーのファミリーカレンダーは Google プレイで家族グループを作成すると、自動でマイカレンダーにファミリーとして作成され表示されます。またスケジュールを作成する際もカレンダーのセクションにファミリーとして表示されます。カレンダーのセクションでファミリーを選択してスケジュールを作成すると、家族グループ間でスケジュールが自動同期されます。またファミリーセクションは削除することはできませんが、カレンダー表示のオン・オフは他のセクションと同じように切り替えることが可能です。Google カレンダーのファミリーカレンダーは Google Keep の家族グループ間におけるメモの共有と同じように自動でスケジュールを共有できるので便利です。ぜひ参考にして活用してみてください。以上、家族でスケジュールを共有できる Google カレンダーのファミリーカレンダーの解説でした。